皆さんこんにちは、チャックバスです。今回はね、JFK の空港からマンハッタンまでね、 MTA とエアトレインを使って、行った、動画をですね紹介させていただきたいと思います。上の方の看板、緑色の看板を見ていくと、行けますので、エアトレイン、ね、看板を見ていってください。この出口を出るとすぐのところに、これエアポーターの入り口ですね、18号って書いてある、こちらが乗り場になっております。で、ここ一番白タクっていうタクシーの詐欺が多いところなんで気をつけましょう。キョロキョロしてると声かけられる可能性が結構ありますんで、声かけられてもね、無視するかノーサンクスっていうか、まあ、そこはお任せしますけども、言ってください。本当に一番白タクが多いですので、私もここで被害に遭いました。気をつけていきましょう。まあ、上の看板、緑の看板を見ていけば基本的には迷うことはないと思うんですけども、まあね、初めて行く海外で看板も全て英語ってなってますんで、やっぱり緊張感はねすごいと思いますんで。で、上の看板を見ていくと、これが乗り場になります。ちなみに、チケットは5ドルかかるんですけども、後払いみたいな感じで乗り換え機で払う形になりますので、ここで切符を買う必要はありません。で、常にですね、15分おきぐらい、ピーク時はもっと5分間隔で、エアトリンという、まあ、円形にずっと回ってる電車が自動運転でずっと回り続けてますので、まっすぐ待ってればね来る形になります。そしてこれがエアトレインの中ですね。まあ、こんな感じで無人電車が走っています。まあ、ニューヨーク空港からマンハッタンまで、まあ、その時々の、Google マップで検索してもらって、その行き方に準ずればいいんですけども、このエアトレインから、ニューヨークのマンハッタン内を走っている地下鉄に乗り換えるんですけども、その時間帯によって、乗り換える路線が変わります。まあ、それは、Google マップでね調べてもらって近い方を利用でいいと思います。そして何より両方とも分かりやすいんで、まあ、迷うことはないと思うんですけども、まあ、初めての海外で、まあ、電車に乗るっていうのも結構抵抗があるかと思うんですけども、まあ、Google マップをね最大限信じていただいて、それ通りに行けば基本的に迷うことはないと思いますんで、安心していただいていいかなと思います。私は、こちらのエアトレインからハワードビーチっていう駅まで行きまして、そこから A っていうアルファベットの A っていう電車に乗り継いで、タイムズスクエアまで今回行ったわけですけども、これがちょうどハワードビーチの駅ですね。で、ちょうどここは乗り換えの場となっております。ここまでがエアトレインで、ここからがMTA っていうマンハッタン内の地下鉄に切り替わっていきます。まあ、空港と同様緑色の看板上に出てますので、それ通りに行けば基本的にはね迷うことはないかと思います。まあ、ここも空港同様で、あんまりキョロキョロしてると、白タク声かけられるかもしれないので、気を張ってね、基本的に、日本みたいに親切な人がいるっていう感覚は基本的に捨てましょう。声かけてきたら基本的にちょっと怪しいなって思った方が無難です。まあ、ここに書いてありますね、サブウェイ A トレイン、これに乗ってマンハッタン島の中心部まで行くことができます。で、この右側のが、券売機ですね。これが、エアトレインの券売機ですね。まあ、ここから、エアトレインライドをして、で、
現金カードで決済という形になります。でこちらはメトロカードですね、地下鉄ですね。ほとんどの券売機で日本語表記がないので、英語で買う感じになります。ジャケットはニューカードをしてもらって、アンリミテッドですね。こちら乗り放題チケットになります。7日間で32ドルですね。これが一番便利かと思います。で、キャッシュかクレジットカードを選びます。でこの時にですね、ZIP コードを入れてくださいって出る時があります。その時は0を4つ入れれば次の画面に行けますので、1つ覚えておいてください。それではホームに向かいましょう。JFK 空港の周辺は、駅はですね、一応地下鉄となっているんですけども、地上の駅になっております。ここはそこまででもないんですけども、やっぱりニューヨークの駅はそんなに綺麗じゃないですね、全体的に。線路の間とかも結構ゴミだらけっていう印象です。でしますと A っていう電車が来ました。早速こちらに乗り込んでいきましょう。やはり見ていただければ分かる通りですね、ニューヨークの電車はそんなに綺麗ではありません。やはり日本の、電車がね、いかに綺麗に保たれているかっていうのが分かる感じですよね。24時間運行っていうのも一つ原因になっているのかもしれませんね。で今回私 JFK 空港から、マンハッタンまで電車エアトリンで乗り継いでいったの初めてなんですけども、本当に簡単でしたね。迷ったところは一個もなかったので、JFK の空港について、そこで Google マップ等々で、行き方調べていただいて、本当にそれ通りに乗れば基本的には間違えることはないかなと思いますし、ちょっとマンハッタンの都心から離れてるので、ちょっと危険とかそういうのはあるのかなとか、緊張感が高いとかあるのかなとか思ったんですけども、そういうこともなかったので、本当に私個人的にはこの方法をお勧めします。ちょっと時間が惜しいっていう方はまたタクシーとか、高速バスの方が早いかもしれないんですけども、高速バスで18ドルで、タクシーだとチップを入れると約70ドルぐらい取られてしまいますので、どっちを取るかっていう感じになるんですけども、私個人的にはこの方法をお勧めします。そんな困難していると、40日目タイムズスクエア駅に到着しました。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。